今日スイカやります。スイカ割りをやりたいと思います。スイカ割ります。今日はこのスイカを買ったのでスイカ割りやります。え、何を買ったの？あのアマゾン。何キロあると思う？80キロ。持てる？持てない。落ちちゃう。5キロ。5キロ。え、もっとありそう。ちょっと何キロか当ててみよう。測ってみようかな。おい、何キロ？5何キロ？5キロ。5キロ。ねえ、何キロ？8キロ。ねえ、8？ 8キロ。9キロ、10キロ。9から10。うん。おお。ねえ、8キロ。やろう。うん。まだ全部割れてないでしょ。ね。これをじゃあ割り切ろう。まだ割れてない。うん、まだ全部割れてない。大丈夫。とどめさせ、とどめ。いい感じでかっこよくなってきた。ね。はいよ。おい、ナイス。あれ、なんか皮飛んだ。ナイス。皮飛んだ。あ、ナイス。おっしゃ、割れた。ナイス。ナイス。うわ、すごっ。お、いいスイカだね。まだ落ちたスイカは、ね、種あるよ。どこ？おいしい。うまいね。綺麗に割れたね。ね、パカーン。ね、最初の奇跡の一撃でほぼ割れ割っといてくれたからね。ね、助かったよ。焦った？うん。どう思った？どう思ったの？やべえ。割れちゃったーって。大丈夫だよ、綺麗に分けてたもん、おかげで。俺はねえ、分けて割れた。どうだった？強いから。うん、下で切って保管しよう。ねえ、これは切って冷蔵庫に入れとくから。好きなだけ食えるよ、もう。ねえ、あっという間だったね。ちょっとまた今度リベンジするか。うん。ねえ、あ、ここナイス。あ、じゃあ、ナイス。超ナイスだよ。キリがないとは思わない。うん。まあ、よくある。よし、切ります。パパが超ナイスが割った。すごいね。結構、中が割れてたりするのがいいんだけど。半分は全部食えそうなの。マジ？おばあちゃんみたい。これ、これ買おうって。それ2個分もいける。これ2個分？わぁ、それ、とりあえず1個サラ出して。これ110も食べる。110個も食べる。何よ。あ、スイカ。スイカね。ポロンポロンポロンってお尻が出てきそうだね。いいよ、お尻出てもいいから。最近キキクッキングやってないね、そういえば。ねねクッキングはやったことないの。ねねクッキングやりたい？やりたいに決まってんでしょ。やめよ。何作ってくれんの？うんこ。これ、はい。うん。母ちゃん、スイカ好きなの？うん、好きだよ。切るよ。うん、大きめでいいよ。え、おかしい、泣きそうになっちゃった。もうちょっと泣きそうになってたね、何回かね。スイカ割っちゃった時とか。スイカ割った時と、あと終わるって言った時。きっとやりたいんだよね。わかるよ。
でも母ちゃんも小学校の時スイカ落としたことあるの実は。丸いやつ。ごめんね。え、いやいいんだよ。楽しかったよ。って、母ちゃん小学校の時は、母ちゃんの田舎はトラックでスイカを売りに来てたの、スイカ屋さんが。で、その焼き芋屋さんみたい。あ、そうそうそう。そのスイカ屋さんが来たって言ってさ、ダッシュでスイカ買いに行ってさ、ダッシュで戻って玄関でボロンって落としてキキのよりもっとひどい割れ方した。ぐしゃぐしゃになっちゃってさ、ティリーンってなって、いや、プってなって。ママに怒られた？いや、怒られたのかな、なんかあんま覚えてない。多分そんな怒られてはないと思う。自分で買ったの金？あ、違う違う違う、お母さんのお金で。まだあれ受ける？うん、もっと聞いたい。すごい大盛り、これで半分、あと半分ある、うん、イエイイエイ、よし。あ、ちょっと、はい、いただきます。ねえ、ねえ、ねえ、ペッて出すから。ねえ、ペッて出した。甘い？うん、いただきます。種が多すぎてうざい。どうですか？うん、ね、うまい。うまい。うまい。うん、うまい。うまい。すごい感じ。うまい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 。ビヨーン。ねえ、見て。ビヨーン。ねえ、種食べていいんだよ。大きさは大きめで大丈夫。ねえ、種食べていいんだよ。うんこにいいから。スイカ割りお疲れ様でした。はい、はい、ちょっと想定外のハプニングもありましたが、だから面白かったね。キキのおかげで楽しい時間になりました。ちょっとまだ引きずってんの？大丈夫だよ、気にしなくて、うん、また見てね。バイバーイ。